この俺を傷つけるとはな。だが奇襲は奇襲に過ぎ、二度目はない。終わりだ。どんなに努力したって僕は鉄馬さんみたいにはなれません。同じ勝先生の書生なのに。当然だ。あの地球からジオン兵を追い出すんだ。追い出すったって。俺はやる。一人でも多くのジオン兵をな。よし、あとは俺の五感を試してやろう。ウェリカー起きろ。お前、戦が始まるぞ。とりあえず乾杯。では銀太マンの今後を考える会を始めさせていただきます。何か意見のある方は。どんなことでもいい。知っていることがあったら教える。そしたら美味しいお茶漬けを食わせてやる。どう？なぜだ？なぜそんな生き方ができるのだ？俺に教えろ。俺はなぜ生まれてきたのだ？こんな落ちぶれた姿、アンディが見たらどう思うかな。あんた見損なったぜ。見てろ日野龍馬、これがお前から全日本ユースエースストライカーの座を奪い返すために完成させた俺の新必殺シュート。この政宗、許されるならばわずかな手勢で秀忠様の軍勢を撃退した強者を討ち取りたく。確か奪われた時は、時を奪ったパラサイトを倒せば元に戻るんだろう。何？至極簡単なルールだ。皆様にはビクトリアの作戦があるんだし、分担した方が効率いいでしょう。もしかしたら晴れのテストもできるかもしれませんしね。なるほど、さすがは朝倉よ。覇王様が認めるだけのことはある。美しく最後を飾りつける暇があるなら、最後まで美しく生きようじゃねえか。俺はなんと五射精の一人、炎の修練。貴様はすでに俺の罠に落ちた。引き立て役どもめ、これは俺の映画なんだからよろしく頼むぜ。実験が終わり次第潮流陣に会ってきます。どんな方法かはわからないが、あいつは戻ってきてくれた。一言、お帰りって言ってやりたいんです。さあ、こいつを手にするのは誰だ。熱いバトルを期待してるぜ。ほほ、久しぶりだがね、麦わらのルフィ。くしくも貴様のおかげで自由の身になれた。私は恩を返す男なのだがね。誰だ。あのバンダナのブーメランとやら、相当の自信を持っているみたいだな。ここまで来てくれたことに改めてお礼を申し上げる。あなた方は本当に勇気ある方々だ。何が鬼爆だ。辻堂じゃ最強だって言うから、もうちょっと骨のあるやつかと思ったけどよ、ちょれえもんだぜ。タルシスの町です。ここは食い止めます。行ってください。ペコポン人でありながら、なんというスピードだ。こちら、コブロー、ラリー、応答せよ。You win! 話になんねんだよ、弱すぎて。沖縄とか？あそこにいるアメリカ軍は戦闘部隊じゃなくて、自衛隊がいるか。俺は敵の観測をし、同時に鏡の役目を果たすのだ。運よく急所に当たった時だけ傷が浅かった。相手が悪かったな。てめえはついてる男だったが、俺は五帝十三対一ついてる男だ。面白え恋よ。俺やられんのはできれだからよ。死ぬ気でかかってこいよ。ま、陰謀の先兵たるテロリスト本人がそのことを知らんちゅう可能性もあるけどの。この5連続ヘアピンで高橋圭介が抜かれるのを俺は見ていたからな。
あの86は廊下の水を使ったコーナリングをするんだ。女性でしたか。申し訳ない。てっきり園子さんに絡んでいるフラチな男かと。待ってろよガウレン。俺はキャッチ。さあ始めようぜおっさん。そうか、うちはサスケ、暁復活のためにぜひとも欲しい代物だ。本気で来いと言っているんだ。容器も通っていない鉄くずがこの俺に通用すると思っているのか。いい加減ムカついてきたぜ。ちょいとごめんよお姉ちゃん。ビッグマムのことだよ。レベリーで海軍の戦力が手薄になってることぐれヤッコさん織り込み済みだぜ。ってことは敵との差はさ約600倍か。はぁ、あ、なんだそりゃ。ゼロ補給も足んねえし無理だって。やる気がねえなら田舎に帰れこのドアホ。てめえぐらいの投資ならうちにはゴロゴロいるんだからよ。これより反降臨音隊の跡目は妹の玉霊音隊が引き継ぐ。